未来への翼は日本の競争は主な価値案は2020年のダイヤモンドステークス。2013年4月27日、TTG の一角として、名を馳せたグリーングラスや本場の祖母タムロチェリーなどを生産した青森県の諏訪牧場で誕生。タムロチェリーは繁殖入り後3頭の子を残したが、がんのため8歳で創生しており、 その唯一の後継繁殖品馬が本馬の母、タムロブライトである。その後、2014年7月14日のセレクトセールにタムロブライトの2013として上場。後にオーナーとなる三島信彦と管理調教師となる伊藤大師も会場に出向いていたが、両者が事前にピックアップしていた馬はいずれも予算オーバーで購入できず、 帰ろうとした時に偶然すれ違ったのが本馬であった。この馬がせられるところも見ていこうという話になり、1000万円で三島が落札、伊藤厩舎に入厩し、デビューとなった。2015年10月17日東京の二歳新馬戦に、安城、内田博之でデビュー。ここは6着に敗れるも、自走の未勝利戦では2着に入った。 翌2016年、年明け2戦目となる3歳未勝利戦で、初勝利を飾る。自走の山吹賞では、スローの中で2番手から競馬を進めると、最後は逃げ馬をかわして勝利。これで、自己条件連勝となり、中央競馬クラシック三冠路線に入ることとなった。クラシック初戦のさつき賞には、中1周で臨むこととなったが、伊藤長教師は、順調に来てますね。 心配機能の素晴らしい馬。こういう状態で使えるのは心強いとし、長教助手も器用さは中山で生きると思いますとコメント。しかし12番人気で臨んだレース本番では終始後方のまま11着に敗れた。その後はラジオ日経賞8着とアカンコ、特別5着を挟み、奈良市の特別で2番手から抜け出し3勝目を飾る。迎えた。 菊ッカ賞では、逃げの手を打ち、最後は失速して13着に敗れたものの、安状の藤岡康太は、直線半ばまで踏ん張ってくれましたし、よく頑張っています。先々楽しみですとコメントした。クラシックでの上位入選はならなかったが、伊藤町教師にとっては管理場初のボバクラシック、出走、牝馬を含めても2014年に、クリスマスが、優秀牝馬に出走して、 以来のクラシック参戦となった。伊藤長教師は、私の旧社を初めてサツキ賞やキッカ賞に連れて、行ってくれた馬になりました。当然、期待は、どんどん大きくなりましたと語っている。年明け初戦には、自己条件のゲシュンステークスを選択し、2番手追走から、抜け出す競馬で庭審査の解消を飾る。続く、アメリカジョッキークラブカップでは3番人気に押され、 最終コーナーで先頭に立つ積極策を観光したが、最後は、うちのタンターレグリアと、外の税便とに差し切られ三着に惜敗した。自走の日経上では逃げ馬を二番手から追走する絶好の展開の中、最後の直線で一気に先頭に立ったものの、ゴール前で鮭虎の差し足に屈し二着。安城の藤岡雄介は、中身のあるいい競馬でしたが、あそこまで行ったら、 勝ちたかったです。悔しいですね、とコメントした。重症での抗争を続けていた本馬だったが、日経賞出走後に、右前足の屈腱炎を発症。約1年6ヶ月の長期休養を余儀なくされた。2018年のオールカマーで復帰したものの、足元の不安から状況は半路のみとなり、騙し騙し休みながら使わざるを得ない形となる。 2019年福島テレビオープンの3着以外は、オープン戦でも2桁着順を重ねるなど制裁を欠く、競馬が続き、年末には初のダート戦に挑んだものの話された最下位に大敗した。明けて7歳となり、伊藤長教師は自分の不害無さもあって大きなタイトルを取らせてあげることができなかった、足気だから誘導馬として活かしてあげる手はあるのでは、と考えたという。 JRA に相談した結果、引退後は、バジ公園に預けられることが決まり、オーナーとの話し合いの後、じゃあ、とりあえずもう一回使おうと。そこで10着以下に負けるようなら、即、バジ公園に引き取ってもらおうとの思いから、白富士ステークスへの出走が決定した。ラストランとなるなら悔いの残らないように仕上げようと、調教を積んで迎えたレース本番では、 出走馬14頭中最低人気ながら、勝馬と0.6秒差の発着に構想した。この結果を受け、再び状況を積んで、ダイヤモンドステークスに出走することとなった。ダイヤモンドステークスダイヤモンドステークスは、賞金順で除外の可能性もあったことから、それより1マイル、短い小倉大象店への登録も行っていたが、除外はなく、出走が決定。状には、 前走から引き続いての起乗となる木端拓也を迎えた。大外枠からの出走となったレースでは中段に位置を取って競馬を進めると、最後の直線では内に進路を取り、外から伸びてきた名称天元との叩き合いを花さで制して優勝した。これが重賞初制覇となり、伊藤調教師にとっても管理場初の重賞制覇、本場の父ドリームジャーニーにとっても、 三区発の中央重傷制覇、青森県三場による JRA 重傷制覇は2008年、ローズステークスのマイネレーツェル以来12年振りという、快挙続きの勝利となった。さらに本場の単勝オッズは出走馬16等中最低人気の325.5倍で、あり、重傷での単勝後配当記録としては1989年。 エリザベス上杯のサンドピアリスト1998年、日経賞の天神将軍に次ぐ、史上3番目の後輩党となった。安城の木畑匠は、これが2度目の重賞勝利となった。レース後、安城の木畑は、相手の勢いが良かったし、負けたかと思いました。踏ん張ってくれて感謝していますとコメント。伊藤長教師は、重賞初制覇まで長かったですね。 今まで重傷を取らせてあげられなかった馬もたくさんいました。それでも我慢してやってきたことが恩返しになってくれたのかなとも思いますと語った。引退ダイヤモンドステークス後は天皇賞に出走するも12着、自走のメグロ記念は13着に敗れる。メグロ記念出走後には再び右前足に屈腱炎を発症し9ヶ月以上の休養を要する。 見込みとなったため引退が決定し、6月5日付で競争馬登録を抹消。引退後は東京競馬場で誘導馬となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。